第7機候旅団とは、イギリスの機候旅団の一つ。第二次世界大戦で活躍した第7機候師団を再編成して発足した。通称は、師団時代と同じ、砂漠のネズミ、湾岸戦争やイラク戦争などに参加した。旅団の歴史は1938年に、エジプトで警備部隊として編成されたエジプト機動師団所属の、軽機候旅団まで遡ることができる。 1939年9月にエジプト機動士団がエジプト気候士団に1940年2月に第7気候士団として改変、解消されると軽気候旅団は第7気候旅団となった。第7気候士団が赤色の飛びネズミをそのエンブレムとしたのに対して第7気候旅団は緑色の飛びネズミをエンブレムとした。 第7気候旅団は1942年にビルマに移動した後、緑色のネズミやジャングルのネズミの名称で知られるようになった。1939年9月に第二次世界大戦が勃発し、ドイツがポーランド侵攻を行ったため、イギリスとフランスはドイツに戦線布告を行った。 1940年6月にイタリアが数軸国側で参戦するとイギリス領エジプトに侵攻した。第7機構次第は同年12月のコンパス作戦、41年11月のクルセーダー作戦など北アフリカにおける多くの戦闘に参加し、ロンメル率いるドイツアフリカ軍団相手に奮闘した。第7機構次第は日本軍が 連合国を圧倒し始めた1942年初頭ビルマに移動した。第7気候旅団は、現地軍イギリス領インドへの撤退を支援し、モンスーンの来る直前の5月に撤退を完了させることができた。第7気候師団は42年末のエル・アラメインの戦いを戦った後、1943年に中東に転戦し、イラク、エジプトに駐屯する。 休息の後、1944年には、第1カナダ軍団の所属として、イタリアへ上陸した。後に、ノルマンディに転戦した。第7機構士団の所属部隊が、ビレル・ボカージュの戦いで敗退したことはよく知られている。ドイツ、セレキチの第7機構旅団標識。2012年。大戦終結直後、第7機構旅団は、解散。 第7気候師団所属第22気候旅団がイギリス陸軍ライン軍団所属の第7気候旅団として再編成された。1958年に第7気候師団が解体されると第7気候旅団は同志団のインシグニアと相性を引き継いで採用し、1976年に第1気候師団が編成されるとその所属部隊となる。 1970年代後半に一時期、アルファ死体と再編、解明されたが1981年には旅団に再編成された。湾岸戦争1990年10月、イラク軍からのサウジアラビア防衛作戦、グランビー作戦に第7機構旅団が投入され、旅団は第二次世界大戦以来再び砂漠に戻ることとなった。後に上級部隊の 1> 第1機構士団と共に、アメリカ軍第7軍団に、配属、2月24日からの地上作戦、砂漠の剣作戦にも参加した。バルカン半島1994年5月、NATO 軍の和平利口部隊の一員として、第7機構旅団はボスニア・ヘルツェゴビナに派遣された。1997年4月には、IFOR の後継任務、平和安定化部隊に参加した。 1999年のコソボ戦争の後、2000年にコソボに派遣され、コソボ治安一部隊に参加、首都プリシュティナを警備した。イラク2003年のイラク侵攻直前、第7機構旅団は大規模演習のためにクウェートまで移動、イラクでの任務のために砂漠化を完了した。3月21日、第1フュージュニアーズ戦闘団指揮下に入った第7機構旅団は、 イラクに侵入した。旅団の任務はイラク第二の都市、バスラを包囲、孤立させることであった。第七機構旅団は、迅速にバスラに到達、バスラ国際空港を占領、シャットルアラブ側にかかる主要な橋を確保し、町を包囲した。進軍中に、様々な規模のないイラク軍の抵抗にあい、例えば、ロイヤルスコッツコノエリュー。 騎兵連隊所属クイーンロイヤルアイリッシュフッサールは、同数のイラク戦車と交戦し、全車を撃破している。バスラから、同士のアズズワイルまで、第7機交旅団は、イラク軍からの激しい攻撃を受けた。イラク秘密警察のメンバーからの攻撃を受けたことも、あるが、イラク軍の攻撃は概して部隊間で調整されて、おらず、撃退された。 町の重要目標に対する攻撃を行った後、第7機構旅団は5月6日には町を占領、駐屯したが、残存イラク兵などからの抵抗にあった。第7機構旅団はその後も南イラクに駐屯、再復興と治安維持の任務に当たった。6月後半、第19機械化不評旅団と交代する形で、イラクから撤退した。アフガニスタン2011年。 旅団所属部隊の一部がアフガニスタンに派遣された。2013年10月、第7気候旅団は、ヘルマンド州、カンダハール、首都カーブルに配置された。再編成2013年3月5日、フィリップ・ハモンド国防相は10年以内に第7気候旅団から、旅団所属のチャレンジャーに主力戦車と、重機構士団を外し、旅団自身は、不評旅団として、再編成されるが、 砂漠のネズミの愛称は残るだろうと予告した。イギリス陸軍の改変計画、アーミー2020では、第7不評旅団は、即応部隊の一翼を担う予定である。この決定は、湾岸戦争当時の旅団長、パトリック・コーディングレイから、この変更は、ベテラン兵士と一般市民を失望させるだろうという反対にあった。2014年11月14日、旅団は、 正式に、気候部隊としての任務を解かれ、第7不評旅団として、再編成された。湾岸戦争当時のロイヤルスコッツコノエリュー兵、所属チャレンジャー1戦車。チャレンジャー2主力戦車112両、ウォーリアー不評戦闘車140両、AS-90.155、ミリメートル自走榴弾砲32両、ドイツのベルゲンヘイネ演習場での、実弾演習における、 ロイヤルスコッツこの絵竜気兵 C 中隊2004年旅団長には順庄がつく名前をクリックすると英語版にリンクありがとうございます